らうことになりますけど、まあ、出陣式ではないですけど、少しですね、お話しさせていただいて、皆さんを送り出したいなと思っておりますので、まず、うちの方の事務所からですね、集中していただいてますので、ちょっと挨拶させていただきます。今回またですね、前の、まあ、除雪につきまし、シーンにつきましては、まあ、国道というようなことで、まあ、若干福音の今回は県道といえどもですね、炭鉱の事業所のある区間ですね、約3年間非常に狭い急峻な場所というふうに昨日のパトロールで安全第一でですね、臨んでいただきたいということです。前回のところにも結構厳しい現場だったりですね、まあ、報道等でいろいろ見ていると思いますけど、いろんな事情があって早めに開けなければいけない箇所でもあるようなんですけど、まずは自分たちの安全第一、雪崩の起きているところなので、また二次災害、いろいろ災害が起きるかもしれないので、そういうことだけしっかり注意して、みんなでですね、チームワークでですね、乗り切ってもらえたらと思いますので、で何かあれば細かいことでも何でもいつでも連絡ください。三浦さんだけじゃなくて出張所でも構わないです。あればいつでも応援しますので、よろしくお願いします。頑張ってくれよ、マイタウリアーアイ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 。先行といってもこう、まあ、あんまり離れないで町田さんの監視の向こうでやってくれということなので、あまり、まあまあ、見えるところで。整備局さん、それから皆様方のお力をお借りしまして、早く県道の除雪を進めたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。技術支援者、並びに、除雪関係の皆さん、いろいろからご協力をいただきます。関東地震の中でも、支援者の方、あるいは新潟県や徳島市さんの、自治体からも、山梨県、埼玉県、それから群馬県と、いろいろご応援いただきまして、大変ありがとうございます。ちょっと今のところ、まあ、決まっているところです、まあ、昨日の打ち合わせ通りで、バックオン時代と、ロータリーということで、機会を回っております。昨日見た段階より少し作業が進んで、まあ、100メートル弱だと思うんですけど、道が、まあ、開けていましたので、続きで、まあ、やっていきたいと思いますし、はい、ここまでロータリーを運んできて、皆さん、ご列席のところを見てみましょう。はい。で、8時半、作業開始ということで、準備は進めたいと思います。実際、作業を進めるにあたって、
まあ、バックホーが2台いますけど、バックホーが2台先行した方がいいのか、1台先行して間にロータリーを挟んで一番後ろにバックホーがいいのかっていうのはちょっとまだ自分の頭の中に、解決できなくて、またちょっとそれは、今回来たメンバーでまたそこ解決を相談していただきたいので、実際やってみないと分からない、はい、あのロータリーがあまり進んでまた後ろが崩れてたときにどうするかということもありますので、自分たちが逃げてくることも考えなきゃいけませんので、今はっきりと言えて、はい、通りに運んでくださるガソリンスタンド等が手配できているようであれば、あのそういった打ち合わせを、まあ、こちらの方から明日の日中でも、させていただければな。はい、一応手配はしてあります、はい、ですからあの定時なのか、あるいは、まあ、どっちみちあのちょっと時間もかかりますので、早め早めにですね、その定時を言っていただければ、あの給油についてはあのできるようにしてありますので、はい、明日の朝というか、自走をするときに、なんか先頭車とかそういったものとかに朝になってからここから改装をしようと思います。じゃあ、 ダフンにはいずれにしてもね、本体の具合を見なくちゃいけないということでは来ていただいて、事前にちょっと手術前に入ってもらって様子を見てもらうということにします。はい、
Thank you.
を取ると、はい、ちょっと喧嘩が それも一つ、あります、ね、抑え雪みたいな、抑え盛り土じゃないけど、うん、抑え雪プラス、これが今、我々です、向こうからこの上見えるんだが、うん、その状況によって入ってくれた、うん、いいよ、うん、あと出てるんだけど、出てるんだけど、上じゃないって言ってるのに、ちっちゃいのは出てるんだ、ちっちゃいのはあるかないけど、光の音が、直撃するような。
ここが今ほら、あちら、ここが今あの熱湯掘削してるけど、車があったと思うので、でその先のネットがちょっと怪しいです。どっかとかほら分からないんだが、うん、青木のその夏のそれを見ながらさ、うん、で、だいたいいるしね、みんなね、先行線ちょっと伐採しんたんのとかありますよね、うん、あとここ別に取り割りじゃねって、こっち側落とせるし、うんうん、帰ろうかよ、これから。
取ってね。外側がこんな感じ。あ、ここ穴開けた。これが最後、一番最後の長一番長いって。いや、違います。手前。あ、その手前。あなたね、はい、大工部分。大工部分なんですか。その手前。その。で、バックボーがもう一クラス下のが、うん、自由が効くの。はい。今のがトンネルの中で。この流れは段で落とすことが一番いいんだけど、それはやってみなきゃやった。クイーンとの関係があるから、だから段で落とさんねえだけ斜めに切って、下厚めに残す。ピーティーするとバターンと倒れる。そうすると、そうか、右側がないから、潰れちゃう。ような。
コース。これもテントと一緒に赤ラインあれだよね、一回来たらこれ、これが金山だったもんね。金山が決まるという手段で一緒に歩いて、260、はい、
280、560、800、ここまであったんですね。でその次が950。ここじゃ950にして、トンネル抜いちゃいます。それなんかどうしようか。はい。それではただいまより、さらに2月14日からのご時期につきまして、除雪のご支援をいただきました緊急災害対策テクニックホースの皆様の方をご報告をさせていただきたいと思います。では初めに活動の報告の方をよろしくお願いいたします。はい、栗林社長に先立ちまして、私、桑田の方から一言お礼と、ご挨拶をさせていただきたいと思います。座ったままで恐縮ですが、どうぞ。今日はお忙しい中、報告会に時間を設けていただきありがとうございます。皆さんですけれども、私も前段目指しまして、入荷というものが外注いたしまして、連絡係を務めさせてもらって、ゼアルコについては、前段その三浦の方から聞いた感じの報告でございますが、当初こんな形で前に進んでいたんですけども、相当な箇所におきまして、ロックネットの払い出しがありました。本来ロックネットは、石の、が崩落するのを未然に防ぐ、来たものをここで防ぐという効能でございますが、雪が積もることによってこのような花見出しと花見出しという、当初想定していないことが発生してきたそのものです。でこれについては中時少し避けながらやっていたんですけれども、非常に困難な局面があることによって、ここで危険な部分が危険性が少し低減しているという部分がございますというわけなんですけども、問題は出口でございました。でアームをですね、自由にその上げることができないということがありまして、出口のこの雪の除去作業に相当期間が取られまして、なかなかされなかったというのがございます。で、このようなところに支配していただきまして確保していただくことができました。想定外の時期だったのかなというのが、倒壊状況から見て私はこれが実際の除雪の中の概要でございます。それで今回はあくまでその道路は、そこまで、到達しただけと、いうことだけであって、安全が完全に確保されたわけではないので、気温上昇によって今後流れが発生する可能性がありますということを頭の中に入れておいてほしいということ。それについてちょっと日地さんの方に具体的に言っていなかったので、日地さんの方に、ここを主に通行するのが日地さんだと思われますので、日地さんの方にも連絡していただければというふうに思います。以上でございます。埼玉県秩父県土整備事務所長の坂脇和彦でございます。この度は観測史上最高の積雪を記録いたしました秩父地域の除雪のためにお越しいただきましてありがとうございます。何よりも国交省さんのテクフォースのやはり、能力の高さ、除雪に対する強い熱意があったからだというふうに思っているところでございます。最後になりますが、国土交通省関東地方整備局の皆様、北陸地方整備局の皆様、そして地元の新潟県の業者の皆様のお力があったからこそというふうに思っているところでございます。合わせて最後にお礼の言葉を申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。長い間大変ありがとうございました。見えなかったですけど、相当ずんだけすごい場所です。そうですね、だから向こうにそういうノウハウとかそういう体制がありやったらね、そうなんですよね、除雪の仕方とかやり方とかいうのが向こうにはノウハウがないんですけど、すごいなと思ったんですけどね、それを取ってもらって中から吐き出したんですよ。
き出して、まあ、それが雪崩としてまた発生するしないのを判断してやっているそのやつの見方というか所見といいますかね、まあ、それも町田建設さんに言ってもらって、まあ、さすが言う通りに安全に気をつけてやってもらったと、ね、またそれをその指示を受けて除雪する分野さんとか今回の熱帯魚、またその前回の17号、18号も含めまして、大変ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。田村でございます。今日は皆様方が9日間 その救援活動を終えて、お帰りになるということの連絡を頂戴しました。どうしてもですね、日頃からこの17号 その安全確保、という中で除雪作業を一生懸命取り組んでいただいている皆様方がこの地域を越えてまた埼玉県や群馬県県境にですね危険が伴う中一生懸命仕事をなさっていただいてこの地域に先ほども副所長さんの津田副所長さんの方からお話がありましたけれども日本一とこういうふうに今お話が出ましたが私も場所あることにですね、ミシュランで言えば、この方々は三つ星だと言います。これからも、まず健康にご注意いただいて、事故のないように、また頑張っていただきたいと思います。心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。宇佐町委員会議長の名護です。今日は本当にご苦労様でした。9日間に及ぶ長丁場、秩父の方では大変な状況だったようであります。もし皆さんの力がなければこの廃坑跡の、それが流れ出た場合に大変なことになる日本一の除雪隊ここにありということを、対外に示すことができたと思います。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。このような、我々の企画に対しましてこのようなお出迎えいただきましてありがとうございます。 3.8km という除雪区間でしたが、実際行ってみたらですね、日々条件が変わるような状況でした。まあ、その中でも、メンバーが大きな協調性を持って、チームワークよく、その対応に当たったということで、今日、お伝えしました。現地では、長岡国道の藤井さん、あと、藤井さん、そして関東地点の担当の国の方が、県当局等の ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。埼玉県に派遣されていた除雪支援